ドグラマグラ夢の旧作前回の続きからです。でそのような次第でございますからして現在私の手に残っておりまする外事件探究の方法はただ一つ。 すなわちその事件の中心人物となって生き残っておいでになるあなたご自身が正木先生のご意徳によって過去のご記憶を回復されました時に直接ご自身にその事件の真相を判断していただくことその犯行の目的とその犯人の正体を指示していただくことこの「一ッより他に方法はないことに相成りました。 それほど作用に身辺自在な手段を持ってその事件の犯人たるカイマは葬石をくらましているのでございますこう申しましたならばもはやお分かりでございましょうその事件について私自身の口から具体的な説明を申し上げかねる理由と申しますのは私自身がその事件の真相を 確かめておりませんからでございまます。またかように私が専門外の精神病科の仕事に立ち入って自身にあなたのご解放を申し上げておりますのもそうした重大な秘密の漏えを警戒いたしたいからで同時に万一あなたのご記憶が回復いたしました筋には時を移さず駆けつけまして誰よりも先に その事件の真相も聞かせていただかねばならぬその事件の真相を覆いくらましているカイマ人の正体を暴露していただかねばならぬという考えからでございますしかも万一あなたが過去のご記憶を回復されましたおかげでこの事件の真相が判明いたすことに相なりますればその必然の結果として実に20、30の 慎重な意味を持つ研究発表が現代の科学界と一般社会との双方に投げかけられまして世界的のセンセーションを巻き起こすことに相なりましょうすなわち正木先生が表面上仮に「狂人の解放治療」と名付けておられましたご研究実は現代の物質文化を一撃のもとに精神文化に転化し得るほどの大実験の 最終的な結論とするべきある重大な事実が科学的に立証されまするばかりでなく同時に同先生のご指導のもとに私が研究を続けております精神科学応用の犯罪とその小跡と名づくる論文のうちの最も重要な霊賞の一つをも遺憾なく完備させていただけることになるのでございます。 そうして、正木先生と私とがこの20年の間真知を結集してまいりました精神科学に関する研究が同時に公表される機会を与えていただけることに愛なるのでございます。でございますからしてあなたが果たしてご自身のお名前を思い出されるかどうか過去のご記憶を回復されてその事件の真相を明らかにされるかどうかということにつきましては。 そのような二重三重の意味から当大学の内部もしくは福岡県の司法当局のみならず満天下の主張が集中いたしております次第でございます。しかるにここまで一気に説明してきた若林博士はふと奇妙な青白い一別を私に与えた。と思うとまたもやくるりと横を向いて。 ハンカチを顔に押し当てながら一生懸命に咳入り始めたのであったそのしわだらけに引きつった横顔を眺めながら私は煙に巻かれたように呆然となっていた今朝から私の周囲にごちゃごちゃと起こってくる出来事が何一つとして私に新しい不安と驚き等を与えないものはない しかもそれに対する若林博士の説明がまた、みるみる大げさに、超自然的に拡大してゆくばかりで、とても事実とは思えない。私の身の上に関係したことばかりのように聞こえながら、実際は私と全く無関係な、夢物語みたいな感じに変わってゆくように感じつつ、するとそのうちに、 席を収めた若林博士はまた一つじろりと青白い木くをした。ごめんください、疲れますので。といううちに、やおら後ろの華奢な遠い椅子を振り返って、そろそろと腰を下ろしたのであったが、その風つけを見ると私はまた、思わず目をそらさずにはいられなかった。はじめその遠い椅子が、 若林博士の背後に据えてあるのを見た時には少し大きな人が腰をかけたらすぐにも潰れそうに見えたのでまだ他に誰か女の人でも来るのか知らんくらいに考えていたところが今見ていると若林博士の長大な胴体はその椅子の狭い肘掛けの間に何のくもなくすっぽりと入ったそうして胸と 腹と二重に折りたたんでハンカチから目ばかり出した顔を膝小僧に乗っかるくらい低くしてくるとさながらに「私がその怪事件の裏面に潜むカイ人でございます」というかのようにぐずぐずと縮こまってちょこなんと椅子の中に収まってしまった「その全体の大きさはどう見ても今までの半分ぐらいしかないので」 どんなに痩せこけているにしてもその街灯の毛皮がいかに薄いものであるにしてもとても尋常な人間のできる芸刀とは思えないしかもその中から声ばかりが元の通りに「いな腰を落ち着けたせいか一層冷静に何もかも私が存じております」というふうに響いてくるのであった。 どうも失礼を、しかるに私がただいまお伺いいたしまして、あなたのご様子を拝見してみますと、正木先生の予言が神のごとくに的中してまいりますことが、専門外の私にもよくわかるのでございます。あなたは現在、ご自分の過去に関するご記憶を、回復しよう、回復しようと、お勤めになりながら、何一つ思い出すことができないので、 お困りになっていいられるでございましょう。それはあなたがこの実験におかかりになる以前の結構な精神意識に立ち返られる途中の一つの過程に過ぎないのでございます。すなわち正木先生のご研究によりますとあなたの脳髄の中で過去のご記憶を反射交換いたしております部分の中でも「 一番古い記憶に属すする潜在意識を支配しておりますところのある一箇所に遺伝的の弱点すなわち非常な敏感さを持ったある一点が存在しておったのでございますところがまた一方にそうした事実を以前からよく知っている不可思議な人物がどこかにおったのでございましょうちょうどその間も敏感な弱点をどん底まで刺激する 極めて強烈な精神科学的の暗示材料を用いましてその一点を極度の緊張に陥れました結果そこに遺伝潜在しておりましたあなたの古い古い1,000年前のご先祖の回帰深刻を極めたロマンスに関する記憶がすっかり有利してしまいましてあなたの意識の表面に浮かみ現れながらあなたを深い深い 夢中有効状態にしましたそうして今日に立ち至りますとその潜在意識の中から有利し現れました「夢中有効心理」が残らず発揮し尽くされまして空無の状態に立ち返りましたためにただいまのようにその無有状態から離脱されることになったわけでございますがしかしその異常な活躍を続けてまいりました。 潜在意識の部分とその付近にある過去のご記憶を反射交換する脳髄の一部分は長い間の緊張から来た深刻な疲労が残っておりますためにただいまのところでは全く自由が効かなくなっておりますつまり古い記憶であればあるほど思い出せない状態に落とし入っておられるのでございますそこで今までさほどに疲れていなかった 極めて印象の新しい最近の出来事を反射交換する部分だけが今朝ほどからとりあえず覚醒いたしましてもっと以前の記憶を回復しよう回復しようと焦りながら何一つ思い出せないでいるというのが現在のあなたの精神意識の状態であると考えられます。和崎先生はそのような状態を仮に 自我防失症と名付けておられましたが「自我防失?作用で」。さようであなたはその怪事件の裏面に隠されている「怪犯人の精神科学的な犯罪処断」に関わられました結果その以後数ヶ月の間というもの現在のあなたとは全く違った別個の人間としてある異常な無有有効状態を続けておられたのでございます。 もちろんこのような深い夢中友好状態もしくは極端な二重人格の実例は普通人によく現れる軽度の二重人格的夢遊すなわち寝言とか寝とぼけとかいう程度のものとは違いまして極めて妙なものではありますがそれでも昔からの記録文献には明瞭に残っている事実が発見されます。例えば 50年目に故郷を思い出した老人とかまた証拠を突きつけられてから初めて自分が殺人犯人であったことを自覚した紳士の感想力とか生んだ覚えのない実死にあった孤独の老長の告白列車の衝突で気絶したと思っている間に独当の大富豪になっていた民青年の手記たった一晩一緒に眠ったはずの若い夫人が 翌朝になると白髪の老婆に変わっていた話夢と現実等を反対に考えたために滞在を犯すに至った「清掃の懺悔物語」などいう奇怪な実例がいろいろな文献に残存しておりまして世人を半信半疑の境に迷わせておりますがそのような実例をただいま申しました正木先生独創の隔離に徹してみますともはや 何人も疑う余地がなくなるのでございます。そのような現象の実在が科学的に可能であることが明白切実に証拠立てられますばかりでなくそんな人々が元の精神意識に立ちかります際にはきっとある長さの知我忘却症を経過することまでも学理と実際の両方から立証されてくるのでございます。 すなわち厳密な意味で申しますと我々の日常生活の中で我々の心理状態が見るもの、聞くものによって刺激されつつひっきりなしに変化してゆくそうしてたった一人で腹を立てたり悲しんだりニコニコしたりするのはやはり一種の夢中友好でありましてその心理が変化してゆく刹な刹なの至るところにはこうした夢中友好 字が暴筆自が覚醒という経過が極度の短さで繰り返されている一般の人々はそれを意識しないでいるだけだという事実をも正木先生は合わせて立証していられるのでございますですから申すまでもなくあなたもその経過を取られまして遠からず今日ただいまのご容体に回復されるであろうことを 和崎先生は明らかに予知しておられましたので残るところはただ事実の問題となっていたのでございます若林博士はここでまたちょっと息を切って唇をなめたようであった。